あなたのありさま、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。ということで、本日は、なーたのひいおばあちゃんに会ってきたー、どんか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 どんわー。ということで、ひいおばあちゃんと会うのはね、なーたは初めてだし、私はこの間会ったのが本当に何十年ぶりっていうのは盛りすぎなんですけども、久々に会ったので、おばあちゃんともなかなかお話はしてなかったんですけども、今日はね、会いに行っていきたいと思います。でこの日がね、あの4ヶ月検診の後だったので、いきなり始まってると思うんですけども、4ヶ月検診が終わってすぐにおばあちゃんと合流したっていう動画から始まります。で私はおばあちゃんのことをお母さんって呼んでいますので、ちょっとね前の電話の動画もでも、お母さんおばあちゃんじゃないの、みたいな感じに、まあ、分かりにくい動画になってしまったと思うんですけども、あのおばあちゃん、私がおばあちゃんと呼ぶことはなくてですね、私のおばあちゃんのことをお母さんと呼びます。よろしくお願いします。すいません。ということで動画いってみよう。皆さんね、カあらまかわいいこと、これカさんの元もと、あ、ありがとう。そうなの、ね、よしよし、いい子だね、ねえ、いい子だね、おとなしくなってねえ、うりこさん、うりこさん、じっと見てる。見てるね。うん。お母さん見てる。おばあちゃん。おばあちゃんだよ。見てるね。まだ人見知りするあれじゃないね。うん。もう少し経ったらね。ね。うん。つぶせができなくてね。つぶせまだできない。うん。うわ、こわ、うつぶせは怖いよ。ね。うん。なんかこの間も事故があってね。あ、ね、そうそう。亡くなった。ねえ、あ、でも首しっかりしてるね。首がね、ちょっとしっかりしたんだよ、うん、ちょっとね、こうやってね、赤くなんだよね、うん、そうそう、みんなさ、赤ちゃんの時はみんなさ、みんな赤ちゃんの時はそうなるね、赤くなるのね、うん、体勢なあたん、ふんざり返った、うん、なあたん、そうするからずれちゃうんだって、飲めないんだって、ほら、はいはいはい、文句言うな、文句言うな、文句言うな、泣いても笑っても可愛い、可愛いね、大きくなっていくんだね。色の白い子だね、ユリに似てね、だからちょっと赤くなるとすごい目立ってる、うん、あ、そうだね、色が白いからね、していいのかな。5ヶ月ぐらいって言われた。まあ、そうなんだ。歯が生えてきたらって。11月生まれたの？うん、あ、10月27。あ、10月、うん。え、よりも10月じゃない？そうそうそう。27？ そう、27。よりも21。
ゆりは21か22、うん、17。記憶が薄れてくる。笑ってあら笑ってるよ。ねえおかしい。うん、そうおかしいの。お話しするの。お話。うんそう。うんお話しして。お話ししましょう。うん、これ手はいつもこうやって置いとくのこれ。掴んでるね。いつもいや違う違う親指いつも中入ってる。本当だ。なんかかけてやるんだ。大丈夫足。足大丈夫？ねえ。ごめんね。足大丈夫？じゃあこっちにおばあちゃんの顔見よう。ママの顔じゃなくておばあちゃんの顔見よう。はい、ということで皆さん本日も見てくださってありがとうございました。ナータンのひいおばあちゃんと初めて会ってきました。喜んでた ね。まさかまさかのひいおばあちゃんからねご祝儀をいただきました。おばあちゃんありがとうね、本当にさ、まーちゃんもそうなんだけどさ、ありがたいことでさ、ファンの方からもナータンのミルクだったりお尻拭きとかをいただけるんですよ。もう本当にありがとうございます。私が苦しかった時にもう皆様から本当にたくさんの愛とでもプレゼントいただけて、でナータン自身もすごく愛してもらえて、ナータンかわいいねとかもうね、たくさんの優しい言葉をいただけるので、将来まだナータンにはそんな言われてるとか誰に見られてるとかね、まだ分かってないけど、ナータンがね落ち込んだ時とか悲しい時、そしてなんかもし私なんかもうこの世にいなければいいんだとか、というもう死にたいとか、まあ、ネガティブな感情もしすごく抱いた時に、私はもうファンの方とかが皆さんからこんなにも愛されてね、可愛いだったりプレゼントもたくさんいただけて、成長を応援してもらえてるんだよってことを本人にね伝えて生きる糧にしたいと思うので、ね、皆様の言葉を私はあなたにしっかりと伝えていきたいなと思っております。はい、ということで本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。皆様のおかげで今日も生きています。励みになっております。応援本当にありがとうございます。ということでバイバーイ。ナータンもいつもありがとうね。ありがとう。